松浦隆は、日本の教育学者。学位は博士。静岡県立大学短期大学部子ども学科、准教授。近代姫路大学教育学部准教授。静岡英和学院大学人間社会学部准教授。などを歴任した。名古屋大学に進学し、教育学部の教育学科にて学んだ。1998年3月、名古屋大学を卒業した。そのまま、 名古屋大学の大学院に進学し、教育学研究科の教育学専攻にて学んだ。2000年3月、名古屋大学の大学院における博士全期課程を修了した。それに伴い、修士の学位を取得した。その後は、名古屋大学の大学院において、教育発達科学研究科の教育科学専攻にて学んだ。また、2001年6月には、 豊田市教育行政計画審議会にて障害、学習、社会教育、家庭教育部会の委員に移植され、2003年5月まで、勤めた。2003年3月、名古屋大学の大学院における、博士後期課程を単位取得後退学した。なお、後に、博士論文、小川主義次郎の管轄教育論研究を執筆し、2006年に、名古屋大学から、 博士の学位が授与された。大学院生の頃より、豊田市教育養成計画審議会に参画していたが、大学院を単位取得後退学してからは、2005年6月より、豊田市社会教育委員会の委員に移植され、2009年5月まで、勤めた。2008年4月、近畿大学広子徳学園が設置する、近代姫路大学に採用され、 教育学部の講師に就任した。また、それと、並行して、2011年10月から2013年10月にかけて、兵庫県児童厚生委員等研修会の講師を務めていた。2012年4月、近代姫路大学にて、教育学部の准教授に承認した。また、それと、並行して、2012年4月から2014年3月にかけて、 兵庫民主教育研究所の子供の人権委員会にて委員長を務めた。2014年4月、静岡英和学院大学に転じることになり、人間社会学部の准教授に就任した。また、それと並行して2014年9月より、全国保育問題研究協議会にて、保育政策検討委員会の委員を務めていた。さらに、2016年4月より、 静岡市保育問題研究会の会長を務めていた。2018年4月、静岡県立大学に転じることになり、短期大学部にて、子ども学科の准教授に就任した。専門は教育学であり、児童家庭福祉、教育福祉、社会的用語といった分野の研究に従事していた。 例えば、教育福祉に関する分野については、福祉的な課題抱えているものについての教育権を、どのように保障するのか研究していた。また、社会的用語に関する分野については、用語についての概念などについて研究していた。その他、地域に開かれた、保育活動についての研究や、貧困と保育に関する問題についての研究に、取り組んでいた。学術団体としては、 日本社会教育学会、日本教育学会、中部教育学会、日本社会福祉学会、対人援助学会、日本保育学会などに所属していた。ありがとうございます。